野沢温泉共同浴場、大湯野沢温泉村は、長野県の北東部に位置する村。野沢温泉で知られる。野沢温泉スキー場村役場による、行政委員以外に、江戸時代から続く、自治組織、野沢組が存在している。住民から、組合費を集めて、温泉の管理や除雪、水路の修繕、道祖震災の運営などを行う。 壮大は一年交代の制度で、無報酬だった。野沢温泉村の主産業は観光である。2000年代にかけてスキー離れなどで、観光客数は低迷し、旅館、民宿の廃業が相次いだ。2010年代になると外国人の観光客が増え、オーストラリア人など外国人が閉鎖された、旅館、民宿を引き継いで再開したり、飲食店を開業したりするようになり、 その数は50件から60件と、村全体の1割から2割を占めるまで増加した。村の仲介で、外国人の観光事業者と既存村民が混乱、協力するようになり、野沢組に、組合費を払ったり、加入したりする外国人もいる。村内に、鉄道路線、鉄道駅はない。鉄道を使って、村を訪れる場合は、JR 東日本北陸新幹線、 飯山線の飯山駅からバスを利用する。地区によっては、飯山線のとがりの温泉駅や上坂駅、上桑名川駅、桑名川駅などが近い場合もある。いずれの駅も線曲がり川対岸の飯山市に位置する。岡本太郎、乙女の像の沢温泉、小釜日本スキー博物館おぼろずき夜の館、ぶ山文庫。ありがとうございます。